私の専門は金融論です。慶応義塾大学経済学部、白塚重則です。私は金融論の中でも特に金融政策をめぐる問題について研究してきました。中央銀行は物価の安定と金融システムの安定という2つの責務を与えられています。このうち物価の安定は主として金融政策、金融システムの安定は主としてプルーデンス政策が担っています。ただ2つの安定はバラバラなものではなく、両者を継続的かつ安定的に実現させていくことが重要です。我々が日常使っているお金は、中央銀行が発行する現金だけでなく、民間の銀行が提供する預金、あるいはそれに紐づいているクレジットカードやさまざまな電子マネーなど多岐にわたります。物価の安定によってお金の価値を安定させ、同時にその流通を支える金融システムの安定を実現することで、我々が安心してお金を使える環境が築けることになります。私は慶応義塾大学経済学部を卒業後、日本銀行に就職し、30年以上主として調査研究の部署で仕事をしてきました。そうした部署での研究の出発点となったのは、物価の安定を計測する統計である物価指数の精度に関するものです。1990年代半ば頃、今とは逆に国内物価が割高であるという内外価格差が大きな問題となっていました。そしてそうした状況を物価統計は的確に捉えられていないのではないかという疑問が提起されていました。特に当時、パソコンなどの情報通信機器が技術革新の進展を背景に急速に普及してきました。こうした製品の物価指数を作る際には、製品の品質向上を的確に補足し、表面的な価格からこの品質向上分を控除する必要があります。パソコンの値段が昨年と今年で一緒であったとしても、この間にパソコンの性能が向上しているのであれば、その分は値下がりしていると考えることになります。この物価の計測の問題に数年間にわたり取り組み、その研究成果をまとめたのが初めての単独での著作となった物価の経済分析です。その後、1990年代終わり頃から日本銀行は政策金利をほぼゼロになるまで引き下げ、金利をこれ以上引き下げることができない名目金利の実効下限制約の下で、非伝統的な金融政策運営を余儀なくされます。それまで仮想的な世界での思考実験として考えられていた金利ゼロの世界が現実のものとなり、金融政策の調査研究と政策運営の現場の距離がぐっと縮まりました。こうした中で、金融政策はサイエンスとアートの双方の側面を持つということを実体験しました。前者の観点では、マクロ経済モデルによる理論分析とデータを使った実証分析をもとに金融政策の運営を立案し、成果を検証する科学的アプローチが強調されます。後者の観点では、マクロ経済や金融市場の動きから微妙なシグナルを読み取り、より的確な政策判断につなげる職人芸的な要素が意識されます。2019年に慶応義塾大学に移り、金融論の授業を担当することになりました。この授業の中で、サイエンスとアート双方の側面を持つ金融政策を理解する上で、理論と実践のバランスが大切であることを強調してきました。この授業の講義ノートをもとに執筆したのが、金融政策、理論と実践という教科書です。経済学の基礎的な学習においては、練習問題に対して必ず正解があります。しかし、経済学を現実の問題に適用し分析を行おうとすると、金融政策の問題に限りませんが、絶対的な正解がない問題に取り組むことになります。実際、私の金融政策の教科書には各章ごとに練習問題を付けてありますが、その中に絶対的な正解がないものがかなり含まれています。現在直面している経済問題の中で、どの部分に焦点を当てるべきか、そしてそれに対応する処方箋の効果と副作用のバランスをどう強化するかといった点の見方によって、政策対応は異なります。
金融政策の判断は各時点で利用できる情報をすべて使ってリアルタイムで判断していきます。こうした政策判断をより眼見なものにしていくために、理論的実証的な研究を積み重ねることで金融政策のサイエンスを磨くと同時に、そうした学問的蓄積を変貌する金融経済環境の中で的確に生かしていくアートを継承していくことも重要だと考えています。今後とも金融政策のサイエンスとアートをつなぐ研究や教育をしていきたいと考えています。